クランギュラヒヨモーリーズ氷ガモはカモメカモカに分類される鳥類の一種である。学名のうち、俗名、クランギュラは、やかましく騒ぐ、音が響くの意味で、種商名ヒヨモーリーズは、冬を意味する。流氷のある水面によく姿を見せることと、体が氷を彷彿とさせる色をしていることが、日本語名の由来と考えられる。また、アメリカにおける、英語名のオールドスコーは、 インディアンの言葉で老女を意味する。イギリスにおける英語名はロング、テールドダックだが、オスの尻尾の羽が長く、オナガガムを彷彿とさせることに由来する。ユーラシア大陸北部、北アメリカ北部、グリーンランド、アイスランド等の国北部で繁殖し、陶器は中国東北部からカムチャツカ半島、アリューシャン列島、アメリカ西海岸の北部に渡り越冬する。 イギリスの北海側でも観察されている。日本では冬鳥として北海道や東北地方北部の海上に到来する。稀に東京湾付近まで飛来することもある。小型の海カモ類でオスは長い中央をが特徴的である。体長は尾まで含めてオスは約60センチメートル、メスは約38センチメートル。オスの冬羽は全体に白色で、 首から背にかけてと翼が黒褐色である。夏和では目の周囲と腹は白いが他の部分は黒褐色になる。メスの冬和はオスの夏和と似ているが顔の白色の部分が広い。くちばしは黒色だがオスのくちばしは中央部が桃色。越冬地では陸からやや離れた外洋部に多いが海岸や内湾にも生息している。小さな群れを形成している。 繁殖期には、ツンドラ地帯の淡水池などに生息する。潜水型組で、水中に潜り貝類や、甲殻類、魚類を捕食する。繁殖形態は卵生。草地に映像するが、アジサシ類のコロニーの中に映像した例もある。一腹6から7個の卵を産み、放卵日数は24から26日である。春先のオスは、アーナと鳴きながら、メスに対して、 ディスプレイを行っている姿がよく見られる。この鳴き声は岸からでもよく聞こえるため、北海道の一部の地域では本種のことを青菜と呼んでいる。ありがとうございます。